SSR 型は生産性向上を目的としたリーマーとなります。推奨条件の範囲内では切り崩処理性、穴精度は抜群の性能を発揮します。寿命に関しては加工環境に大きく作用されますので、切削条件を調整する必要があると考えます。社内での評価においては推奨条件の中間付近の切削条件が最も安定かつ長寿命加工できる結果となっております。それこそ刃先に近い部分にぐちゃぐちゃっと塊のようになる場合があるんですけど、そうでない限り今みたいな切りくずはもう全然 OK です。っていうのが SCM の415とか SCM の440とかあのあたりのワーク、首下部分の巻きつきっていうのはもう常に起きてるんです。次の加工でその絡みついてたものがまた落ちて、でまたあの次の加工でついてっていうのを繰り返すだけなんで問題ないんです。であれよりもっとぐちゃぐちゃぐちゃっとなり始めると、今度はあの送りとかの操作で切りくずを切っていく、分断していく方向の考え方、制作条件いじるんですけど、今みたいな程度であればもう全然です。実際にお客様のところへ私も何度か出向しておりますが、お客様の声としてワークのクランプが不安定、低剛性の設備を使用しているといった声をよく耳にします。そういった環境下においては右ねじれ刃型を採用しており、切れ味重視の当社 SSR 型が抵抗も低く、ストレート刃型に対してより安定した加工ができると考えております。まあ、高高度のものとかもガンガンいけるのが他社とも違う特徴でして、カタログにはまあ HRC62 とかまで載ってると思うんですけど、もっと言えばあの HRC65 ぐらいのワークを加工してるお客さん知ってます。だ鉄用の一般のソリッドのタイプでまず十分なんですけど、この鋳物用対応のやつがダイバーエンドミルと同じシグナムコートっていうのがついてます。特にこれで硬いものを加工されてるお客さんいらっしゃいますね。シリコン系のコーティングでビッカースコードで5500ありますから、これはもう業界一硬いコーティングをオリジナルでやってますので、これで高高度に対応できてるっていうのもあります。普通再建再高度、再高度はほとんどしないと思うんですよ。リーマーの場合は再建間のみで終わらせて、再高度するとやっぱり重ね掛けになっちゃうと径が太っちゃうとか、そういったイメージがあると思うので、バックテーパーでは痩せてしまう状態なものを重ね着をさせて、まあ、太らせてちゃんとあの径を維持するという、そういったことをしてます。で場合によっては、7回8回10回ぐらい再建間可能な場合もあります。再建する部分はあの食いつき部分の追い込みっていう、そういう処理しかしてませんので、もうどんどん下がっていくだけですから、単純に再現性が落ちるのはなかなかないので、8割9割ぐらいは普通に新品と同様使えるっていうのがイメージで持ってます。ワーク回転ではワーク中心と工具中心がずれていると、一番高い刃が仕事をして径が拡大したりと安定加工はできませんので、芯合わせできる環境下であればワーク回転でも問題なくご使用していただくことは可能です。どうしても芯が合わすことができないというお客様はフローティングホルダーをご使用いただくことをお勧めいたします。条件としては入り口の食いつき約3ミリ間は条件を落として、それ以降は通常の高能率条件で加工していただければワーク回転でも問題なく加工することができます。